ナミさんこんばんは。ダイダルスでお疲れ様でございます。今回ね、音声を送っていただきまして、音声ちょっとね、タイトにして、タイトっていうのはちょっと回転数を上げてですね、10分程度の尺にさせてもらいました。それをね、アップしてみたんですけども、あの、まあ、私としてはね、聞くリズムが結構良かったんですよ、今回。え、あの、ちょっと縮めることによってね。あの、音声で送られてきたんで、ちょっと試しにやってみたんですけどもね。 というのがね、通常私 YouTube をどんな動画を見るときでも倍速でやってるんですよ。本来ならね、あのツール使って3倍とか5倍速で聴けるといいんですけども、いちいちそのツールを立ち上げるのめんどくさいんで、YouTube にある機能の倍速ってやつでやるんですけども、そうするとね、とってもいいリズムで聴けるんですよね。で、今回音声送っていただきましたので、音声再生に関しましては倍速がないもんで、普段通り倍速で聞きたいなと思ったときに、あ、待てよと。編集して、ちょっとタイトにしてから、それを、 アップしてもいいかな聞いてもいいかなと思ったら結構ねなんかね私としてはリズム良かったんですいませんそのまんま10分程度に圧縮したものをね送らせていただきますですんでねナミさんとしてはちょっと早口に聞こえちゃうかもしれませんけどもでも十分聞き取れると思いますし声のトーンもねナミさんのもともとの美しい声が担保されてますので不快感はないと思いますまあ、よろしくお願いしますという前提なんですけども今回のねナミさんなりの視点ありがとうございますえっ、ー、とね まあ、いろいろと4つの分類とかねあの稼げない人をどう稼げるようにするかとかそれから待機中に本当にね時間の無駄を過ごして過ごしちゃってる方がいるそういうのもいろいろと、うん、私なりに聞かせていただいて考えるところがあったんですけども、まあ、まずはねやっぱりねあの待機時間が長いっていうことは逆に営業の時間が多いっていことだと思うんですよ。だからただボーっと過ごしてらっしゃる方もいるかもしれませんけども こうね、自分で知り合いに声をかけて一回でもいいから来てっていう風にメッセージを送るとか、あと、まあ、例えばインスタとかね、SNS の拡散によって、行ってみようかなっていう人をやっぱりこう募り続けるっていうんですかね。自分がここにいて何をやってますよってことを発信し続けることをやればまだまだいいのかなと思います。その他にもいろんな方法があったり、私の実体験とかがあったり、これは本編の方でね、あのー、ライブ放送でお話ししたいとは思いますけども、そうですね、でもね、指名を取る努力をするよりも、 貧乏に耐えることを選んじゃう方が多いんじゃないかななと思うんんですよ、うん、なんかねやっぱり私が思うに人っていうのは自分の商品とかを人に売ってみるとかね自分の勤務してる店にしつこくおいでおいでっていうのが多分悪いことだって思ってると思うんですよ。でも私が考えるにビジネスって最高に素晴らしいものをものすごく手に取りて安い価格でね提供してる自信を持った作品だと思うんで。 あのまあ、例えばマッサージとかねリフレクソロジーとかっていうのはまさにねもう私のこの施術を受けたらあなた人生変わりますよと「うわーこんなに楽になった」って言わせるものを売ってると思うんでそれこそね押し付けるぐらいいい売ってもいいと思うんですよ <laughs>、うん、でもねいまいちちょっと自信がないのは自分の技術の,その,なんていうの自信のなさとかになってきてまあそういう気持ちだったよ売れないですよねあとはまあね自分のスキルの,その押し売りじゃなくてもいいんですけども やっぱり一緒にいてあの癒される時間とかねまさに心から癒される時間とかまた来たた来いいいと思わわせるよような自分だったらいいわけですよねナミさんはやっぱりこうどっと忙しくなっちゃったみたいなことがありましたけどもそういうのは本当ナミさんと一緒に過ごしたいという気持ちのわれでもありそれにプラスアルファ 誠実を受けれるということの喜びであったりね、さまざまなものが一つのパッケージになってナミさんを選ばしたと思うんですよ。もちろん評判とかっていうのもあると思いますけどね。うんであとはまあ私が想像するにいろいろとねナミさんも経営者として長屋でやってこられてで母としての側面もあり娘さんとしてはね娘さんに対してはまあ友達みたいな。 同士のような感覚もあったりいろんなのが相まってそれが一言言言うと経験というものになってですね多くの方に支持される要因になるんじゃないかなと思うんですよ、まあ、ですんでねあの、まあ、女性から施術をお送りする対象としては男性が多くなるとは思うんですが女性もいると思いますけどね男性から見て若い女性は若い女性と過ごしたいニーズがあるうんでもあのやっぱこう経験を重ねて 10年20年のベテランさんそういった女性にね癒されたいというより知的な深みのある癒しを求める男性もいるきっとナミさんはそちらの方に支持されてるんじゃないかなと思うんですよ。でもちろんね長い時間の中で離れていった方もいれば最近新規になられる方もいると思うんですよね最近常連になられる方も。であらゆる層にナミさんが対応できるっていう懐の深さも 魅力の一つなななんんじゃないかなと思うんですよ、うん、まあ自信も、ね、しっかりあると思いますしねその等身大の自信が顧客に安心感を与えてそれが信頼につながるのかなと思います、うん、まあいろいろと要因はあると思いますけどもナミさんが支持される原因っていうのはいっぱいあると思うんですよね。ですんでなんで支持されてるのかなってことを例えばお客さんにねコミュニケーションの中で。 まあアンケートみたいなのを軽く取ることができたらきっと今稼げてない人に稼げる施術師になるような道が引けるんじゃないかなと思うんですよね、うんはい、でもやっぱりね人っていうのは努力して稼げるようになるよりもいいやこのままで節約して頑張ろうになっちゃうんですよねでも稼げる世界っていうのがね本当にね本当に見て人に貢献できる道だと思うんですよいろんな人にいろんなことをしてあげるし 稼げない人に稼げる道も教えてあげれるし、うん、無駄な時間を過ごしたい人ってのは確かに多いかもしれません人生には確かに無駄も必要なんですよ、ね、本人にとってはその無駄が何よりも有益だったりするしまあゲームを全くしなかった私にとってみたらねゲームをするなんて人生の無駄の最たるものなんですけどもまあでもねそうやってゲームが大好きな人から見たら、まあ、私みたいに YouTube 撮ってる人間とかね 乗りもしない車を買い込んでる人間も無駄だと思いますんで <laughs> お互い無駄に指差しちゃってもしょうがないんでねいやこの無駄は自分にはいるんですよみたいなのが趣味であり生きがいだと思いますんで必ずしもねあのお金に転嫁できないからといって無駄だとは思いませんけどもでもビジネスチェーンからするとねそれもったいないよねって生産性悪いよねってなっちゃうんですよね。うん確かに仕事に来ていて箱の中でずっと待機してるってのはもったいない時間かもしれませんけども。 もしかしかたら、そういう時間があるからこそ精神的に落ち着いて気力も体力も充実させて一日の来店客数少ない2人3人に全力で当たれるのかもしれませんしね。でいつか心が育っていった時にもしくは誰かがねいろんな形で精神を育ててくれた時に切れ,目るお客切れ目なく来るお客さんに対して快感を覚えるように育っていくかもしれませんがそういう方はきっと少ないと思います。 <laughs> であればね単価を上げて1人当たりの顧客売上を高くするっていう風なサービスレベルの質の向上っていうのもあるのかなと思いますけどねそうすると8時間勤務で1日のお客さんが2人3人待機時間の方が圧倒的に長いよっていう方でも十分な報酬が得れると思うんですがその辺は価格を上げていくようなスキルの向上っていうのは望めないものんですかね もちろんスキルだけではなくて他の要素で付加価値を上げていくっていう手段もあると思いますさあじゃあね本編ではライブ放送の方ではそちらの方も込みでお話していこうと思いますプラスアルファのどんなサービスを入れていけば単価を上げていくことができるのかそして人気者になれるのか少ない時間でたくさん稼げる施術師になれるのか施術師っていうのはあるんですかねまあ私の作った言葉かもしれませんけども施術を行う方は 施術師さんでではない,言いにくすすねすごくねご <laughs> っていうふうにね、ちょっと仮に呼ばさせていただきます。ナミさん、ありがとうございます。今回の事件は、儲からない業界を、儲ける業界にするぞチャレンジでございます。ありがとうございました。じゃあ本編の方、あさってお届けできるかなと思いますので、また朝5時ぐらいからね、スタートしようかと思います。拡大版でお届けします。それでは、いってらっしゃい。